1.1 回2失点の藤浪、降板後に歓声を浴びていた。イニングまたぎとなった8回のマウンドで、藤浪は躍動。先頭を外角低めいっぱいの156キロ直球で効率化せて、この日3つ目の奪三振。次打者に内野安打を許したが、ワンバウンドの投手強襲打をグラブで弾き、転々とする打球を素手で拾ってダイビングしながら一塁へトス。セーフにはなったが、体を張った魂のプレーを披露した。ここでお役御免となったが、マウンドを降りる背番号11に地元ファンから、大きな歓声と拍手が注がれた。優しい世界。弱小リトルリーグチームかな。移転するしやけクソでしょ。甲子園の頑張れ拍手みたいだな。ブリーチが何も期待されなくなった結果、押され感が再評価されたのと同じ現象や。わあ、パチパチ。例のコピペかな。頭おかしなるで。特別学級か何か。多く、わあ、ナイスピッチング。藤浪は歓声をそのまま受け取ってそう。あったけい。藤浪は自分に厳しすぎるからな。藤浪、ああ、また失点だ。俺は、多く、藤浪、すごい、頑張った、ありがとう。藤浪、やっぱり俺って自分に厳しいんだな。阪神いた時これやったんやな。これにはトムハンクスもにっこり。阪神時代の晩年やん。優しすぎる世界。三振で歓声が上がるエゴシじゃあるまいし。バウアーのあれやればよかったのに。おいおい暗黒ベースか。気にしろよ藤浪。逆に傷つくわ。わあ、パチパチパチ、の世界やん。世界が全部これになればいいのに。